400万年謎のベール、惑星ジャール、破壊大帝ガルバトロン率いるデストロン軍団の本拠地である。どいつもこいつも誰か頼りになるやつはおらんのか。私でどうでしょう、このサイクロナスで。私はすっごく忠実で大きなミスだってしたこともないし。バカモン、忠実は戦術にならんのだ。ガルバトロン様、スコルポノック殿が見えました。あいつもな、今のとこ売り込みほど力を出しとらん。さよう、いまいち期待通りとは申せません。バカモン、偉そうな口を叩ける義理か。私は持てる力を最大限に。体中のネジを油で洗って出直してこい。いやだね、すぐ怒るんだもんな。頭にくると自分の言っていることの判断がつかなくなるんだから、まったく悪い癖だ。スコルパロック、どうだ。この場で失礼を。横着者がビースト製の工場損失、あれは絶対許せんぞ。その腹立ちは私の方が、フォートレスへの復讐がそれだけ遅れました。そんなことわしは知らん。それよりフォートレスに勝つ自信はあるのか。我がヘッドマスターズ野獣トリオの底力を見てください。口だけじゃ当てにできん。奴らを倒してわしを納得させろ。言われるまでもなく。うわどうだ。よし、今度は俺の番だ。お、スコルポノック様。出番だ、支度しろ。待ってました。それから数時間後、惑星アセニアのサイバトロン本部に予期せぬ情報がもたらされた。ロディマス司令官に伝えてください。惑星プラームの基地が襲われました。何ですって？惑星プラームの前線基地が襲われた？惑星プラームはアセニアの遥か北東に位置する砂の惑星である。弱ったぞ弱ったぞ弱ったぞ。よりによってロディマス司令官は留守だし、司令官がいないということは残ってるのは我々だけ。となるとこういう場合こういう場合出撃しなければならないのは、ならないのはデストロン得意の汚い手だ。亡くなられたコンボイ長官の時も留守を狙って5回ほど、違う、7回じゃったかな、いや8回じゃったかな。過去の記録より今どう手を打つかが大切じゃありません。歴史をバカにしちゃいかん。歴史の積み重ねこそ将来を育てる。皆さんお揃いで。話は聞こえました。ロディマス司令官はどちらに？地球です、地球です。新しいエネルギー基地発見の報告が入りまして、その調査に行ったんです、行ったんです、行ったんです、行ったんですよ。わかりました。それでは惑星プラムには我々が急行しましょう。ありがたい、鬼に金棒ですな。するとチャーも行くつもり？あったり前と後ろから挟み撃ち。お言葉ですけど僕たちに任せてください。そうですも、必ずよこの腕で。本当に司令官の留守に申し訳ありません。あ、いえ、そうです、僕たち、あなたこそ司令官の留守を守って大変でしょう。司令官が留守だからこそ皆さんにはここの守りを固めていただかないと。そうです、そうです、そうです。さすが素晴らしい提案です。そうですよね、そうですよね。事態はアーシーから地球のロディマスに報告され、フォートレス以下サイバトロンヘッドマスターズは惑星プラムへ急行した。戦略上重要なる位置にある惑星プラムにはデストロンの急襲に備えてサイバトロンの前線基地があり、常時一個中隊の戦士が警備に当たっていた。アセニア本部に通報があったのはその基地からだった。なんだ、敵なんかどこにも見えないじゃないか。俺たちに恐れをなして逃げ出したんじゃないか。砂に地雷が埋めてあるかもしれん。気を許すな。地雷だって？冗談なら早いとこ行ってくださいよ。砦が静かすぎるっていうのが妙ですね。まさか全滅したとなると。
哀れ来るのが遅すぎたってわけだな。ひどい。おい、そっちはどうだった？こっちは全滅だ。俺のホームだ。さあ戻ろう。絶望らしいですね。援軍だ。無事な者はいないのか？いたら合図しろ。いた。事情聞いてくる。あった。鍵がかかってない。死んでる。ん？そんなバカな。確かに撃ったばかりの銃だ。うん、間違いない。でも死んでますよ。これで銃が撃てますか？この銃は確かに。そうです。しっかり抱えているのをこの僕がもぎ取ったんです。だが、あの撃ち方は自然の暴発とは思えなかったが、それにしてもなんと残酷な。この仇はきっと取ってやるからな。一方その頃、地球サイバトロン本部にウルトラマグナスを訪ねたロディマス司令官は。するとここへはエネルギー発見の報告は入っていないんだな。はい、P21 方面隊だと言われましたね。そうだ。アーシーが直通回路で通信員と話したそうだが、これは何か。とにかく調べてみよう。サイバトロンは新しいエネルギー資源の発掘を目指し、地球を30のブロックに分けて作業を続けていた。 P21 方面隊は中央アジアの草原を担当するブロックである。トランスフォーム！トランスフォーム！こんなバカな。一体いつ、一言の連絡もなかったのに。ゲリラ戦法で吸収されたんだ。デストロンの中でも相当腕の立つ奴らに違いない。妙ですね。奴らエネルギーの採掘データには手をつけていません。そうか、やはり。どういうことですか？思った通り罠だ。しかし奴らの狙いは何だ？アセニア本部、アセニア本部、聞こえるか？私だ。何か異常事態が起きているはずだが。いいえ、別に。P21 方面のエネルギー発見の報告以外聞いておりません。そうか。ところで、その P21 方面隊からの通信員に何か不審な様子はなかったか？はい、画面チェックで声紋、認識写真ともに。そういえば、かなり緊張した口ぶりでしたけど、テープを再生してみます。新しいエネルギーが発見されました。まるで何かを棒読みしているようだな。画面を拡大してくれ、アーシー。はい。おお、ワイプだ。デストロンヘッドマスターのワイプのやつが催眠術をかけたんだ。するとこの情報は。そうか、地球ではなく惑星プラウムが罠だったんだ。罠？どういうことですか？プラウムに急行する。報告は後で。トレインボット、トランスフォーム！頼むぞ、超特急だ。トレインボット、ゴー！しかし時すでに遅く、惑星プラウムのフォートレス以下ヘッドマスターの戦士たちは恐るべき毒牙にかかろうとしていた。生存者は一人もいません。まるで墓場のように死体だらけでした。
誰かが銃を撃っていることは確かだが、砦のサイバトロン戦士でないとすると一体デストロンの生き残りが銃を撃って逃げた。クソ、踏んづかまえてやる。なんだ、外だ、やっぱり残党がいるんだ。乱暴なことをするな。うわっ、どうなってるんだ。気をつけろ、罠にはめられたかもしれん。罠だって、目が回る。誰か止めてくれ。フォートレスよ、まんまと罠にはまったな。その声は確かスコルポノック。その通り、今から貴様たちは死の限界に挑戦してもらう。400万年前共に苦しんだ時と同じようにな。どういうことだ。勝負なら堂々と姿を現して戦え。なんとでもほざくがいい。その砦では俺の科学の全力をかけて細工をしてある。リモコン一つで思うように操作できるのよ。それ何をする、卑怯だぞ。ダメだ。砂の中は楽じゃねえ。本当喉がカラカラだ。モグラってやつはよく平気で潜ってられるぜ。けどよ、俺たちが何もしないうちにオダブツじゃ、せっかくここまで来たのに面白くねえな。心配ないって、スコルポノック司令官は奴らの力を試してんだ。おいしいところは俺たちに残しといてくれるって。ほんとほんと、見ろよ、これからが楽しみだぜ。このままじゃ俺たち全員バラバラにされちまうぜ。俺の力でも離れないかな。助かった。よし、今のうちにあのドームを突き破って脱出するぞ。うわっ、すだな。うわっ、そうっ。クソ、どうしても這い上がれない。まるで400万年前と同じだ。今から400万年前、セイバートロン星の戦火を逃れた移民団が宇宙に安住の地を求めて果てしなき旅に出た。しかし途中、思わぬエンジントラブルを起こして宇宙船が航行不能に陥り、マスター星に不時着せざるを得なかった。みんな頑張れ、何としてもこの砂漠を乗り切るんだ。大丈夫か。心配な、お前も気をつけろよ。おい、歩けるか。ああ、大丈夫だ。竜巻だ、みんな気をつけろ。助かった。なんだこいつは。砂地獄だ。急げ、這い上がるんだ。しかしまだトランスフォームの能力も身につけていない未熟で非力な彼らにとって、あまりにも過酷な試練であり、犠牲は大きかった。あの時と同じだ。ダメだ、もうこれ以上、これが俺たちの運命か。だらしないぞみんな、これぐらいのことで音を上げるな。400万年の厳しい修行は何のためだったんだ。修行？そうだよ、トランスフォームを完成するための修行だよ。そんなこと分かってない。よし、見てろ、トランスフォーム。焦るな、思い出せ、マスター星の自然はこんな甘っちょろいものじゃなかったぞ。マスター星の自然は想像を絶するほど過酷で、
鋼鉄をも溶かさんばかりの灼熱地獄が続いたかと思うと、突如強い酸性の雨が降り続き、痛ましい火傷を負って何度も岩穴に閉じ込められた。そればかりか、400万年の間に2度も氷河期が訪れ、想像を超えた厳しい寒さに仲間の多くは凍りつき、無残な最後を遂げた。400万年という想像を絶する長い年月、彼らの修行は生き残るためのまさに過酷な自然との戦いであったのだ。トランスフォーム、トランスフォーム、トランスフォーム。慌てるな、精神を統一しろ。空見ろ、やれば必ずできる。途中で投げ出すことは敗北だ。途中で投げ出すことは敗北だ。よし、見てろ。頭脳を生かすんだ。クローム、俺と頭を入れ替えろ。ストーン、俺と入れ替わるぞ。オッケー。クロスヘッドオン、クロスヘッドオン。しまった、ハードヘッドの体に合体してしまった。この激しい砂じゃ手元も狂うぜ。しかし待てよ、調子は悪くない。俺もだ。よし、突破口だ。トランスフォームダッシュ。見えた、効力を生かしての合体はよりパワーを発揮できるんだ。我々も脱出するぞ。トランスフォームダッシュ、トランスフォームダッシュ。ああ、脱出した。なーに、死の限界をさまよった奴らだ。俺たちの敵じゃない。地獄へ叩き込む仕上げは俺たちが引き受けた。毒蛇ピストルで神経をヘナヘナにしてやる。そうはさせるか。お返しだ。いつもと違うぞ。なんだか強力になったみたいだ。くそ、こうなったらこっちも入れ替わるぞ。おう、やっちまえ。司令官、スコルポノック司令官。もう肝心な時にいないんだ。うわあ、なんとかドキ。お、ガルバトルーサー。俺が相手だ。安心して来てみりゃこのざまだ。お前らは引っ込んでろ。やるか、ガルバトロ。その勝負あった。貴様、地球で指をくわえてたんじゃなかったのか。汚い罠などとっくの昔にお見通しだ。待ってください、司令官。あいつのために地獄の入り口を覗かされたんです。この仕返しは何としても僕が。よし、俺たちも。石田、思い知ったか。行くぞ。死の限界への挑戦、味わってみろ。うわ、アストルトレイ、早く来い。あー、ずるい。もう行かないで。バカを離せ、離すんだ。落っこちる。やったぞ。ヘッドマスターズの知恵と勇気で危機は辛くも振り払った。しかし彼らの底力を見せつけられたガルバトロンが、次はどんな汚い攻撃を仕掛けてくるかわからない。再び平和がよみがえる日まで、正義の戦いは続くのだ。4、5、1、2、1、0、君は変わる。
束だ。